どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はまあ要するに、まあそろそろロシアの情勢も落ち着いてきたかな。はい、ロシアでウクライナが反撃に転じているということで、まあ要するにウクライナ側がもうすぐ勝ちそうかなということで、まあ世界的にもまあ大体こう大きなイベントっていうことに関してはまあ大体終わりを迎えつつあるのかなと、まあいうふうになってるんで、まあ要するにちょっと陰謀論についてやっていきましょう。まあ非常に要するに皆さんね、大変な思いをさせてもらったかなという感じになるんですが、はい、まあ要するにまあいろんな事件がありましたね、3年間の間にね。はい、もうなんか30年分ぐらいの歴史の教科書がなんか3年にギュッてなんか凝縮されたみたいな感じになってるんですけれども、はい、まあ、今日やってきて今こちらということになるんですが、はい、陰謀論は誰でもハマるので注意。まあちょっと今日からちょっと陰謀論特集をやっていこうかなと思います。今更っていうねはい、実際にみんながパニックを起こしてる時にいくら陰謀論ってこうだよと言っても意味はないと私は思ってるんで、はい、しばらくは落ち着くまでパニックを起こさせときましょうっていう、派閥の人間なんですね。はい、だから有事の時は喋らないし平時の時は喋るということですね。はい、だから私も前に言った通りで、これちょっと戦争になるかもしれないよっていう時は警戒してねっていう情報はするけど、いざ要するに何か戦争がボンって勃発しましたって私だんまりになるでしょ。あれは結局情報が錯綜しちゃうんで、非常に要するにちゃんと専門的な要するにところが要するにちゃんとやってくれてる分にはいいんですけど、なかなかそうはいかないんですよね。まあなんかいましたよね、なんか ロシアのお友達みたいなね、うん、あの人らなんか 5G のチップがなんか埋め込まれるんかなっていうなんかロシアのお友達の人いっぱいいましたよね。はい、まあなんか馬淵睦夫さんが馬淵睦夫さんがなんかディープステイトがとか言うよりも、馬淵睦夫さんというのがボットなんですよとか言われる方が、まあ、私なんかは信じますけどね。ああやっぱりみたいなね、はい、感じにはなるんですけれども、はい、で陰謀論は誰でもハマっちゃうので注意してあげてねっていう話になります。はい、でこれよく言われるんで私もよく言うんですけど、それはあなたの感想ですよねって、だからそう言ってるやんっていうこの要するにデータがこういう風になっててこれがこうで、どうやって YouTube で言うんよ。そもそも YouTube って大体感想言う場合やろ。大体感想とか自分のこう思ってるよねとか自分がこうだよねとか自分が作ったものを表現するとかそういう場が YouTube なんで、その YouTube であなたの感想ですよねって言ったらそうですよっていうだからあなたもあなたの感想書いてくれていいんですよっていう話ですよね。はい、いう感じで、それをだから互いにどう思うかは別に自由なわけであってね。はい、ということになります。はい、で歴史的な話に基づくが、あくまで主観でございますのでご注意くださいということになります。はい、今日の要するにところをちゃんと勉強した方々はですね、私の真似する人ちょっと多いんですけど、私の真似をして陰謀論にハマっちゃってる人っていうか、なんか陰謀論にハマっちゃってなんか教祖様にお金を捧げまくってるっていう状態の人、はい、僕別に陰謀論にハマってるまでやったら別にどうでもいいと思ってるんですけど、はい、まあ、陰謀論にハマっててお金をどんどん貢いじゃう人っていうのが結構いるんですけど、はい、まあ、それも別になんか生活苦にならないレベルやったらまあ別にいいんちゃうかっていうふうな派閥なんで、はい、もうなんか100万も200万も献金してますとかいうふうになると、まあちょっとそれはまずいんじゃないですかみたいな話になるんですけどね。はい、いう感じになるんですけれども、まあ、陰謀論にはまってる人見ても松井先生の真似しないようにねっていうことですね。はい、これはダメです、はい、これ明確に否定しておきますが、私は陰謀論にはまっている人を救おうとか救いたいという気持ちが1ミリもありません。はい、ちゃんと僕はちゃんと陰謀論にこうやってハマってお前間違ってるって言われた感じに関してはそうですかって言って、じゃあ自分の信じたいところに行ってください、私のところは邪魔なんで来ないようにっていうふうにちゃんと言ってるんですよ。これは自分のテリトリーの中を汚されたくないので、自分のテリトリーの要するに自分の陣営の中に頭悪いやつを寄せたくないんで、それはもうこっちの範疇外なんで、陰謀論が大好きな人はこっちに来ないで陰謀論大好きなところの人のところで溜まっててしっかりやっててくださいっていう話なんです。そうそうそう、でいくらお金を吸い上げられようがボロボロになろうが借金こさえようが破産しようが俺の知ったこっちゃないんで、そっちに行っててねっていう話なんです。はい、っていうのはこれは要するに、まあ、松井君は何を言ってるかって話になるけど、これはもう排除の理論なんです。だ俺の要するに庭の中にお前が入ってこん限り別に俺はどうでもいいという人なんで、救おうとか救いたいとかそういう気持ちでは全くないです。でこれ下手にやっちゃうと本当に死んじゃいます。はい、
で、私は別にどうでもいいんで、その人がどうなるか俺の知ったことじゃないんで、関係ないよっていう話になってるんですね。はい。だからちゃんと初めに言ってますよ。だから。ちゃんと初めに言ってますよ。陰謀論にどっぷりハマっちゃってて、要するに抜け出せないって、僕のことを要するにギャンギャン言う人たちは、あなたの健康を害する危険性がありますんで、私からは遠ざかった方がいいですよっていう話をしてるわけですね。はい。っていうのはそういうことなんですね。はい。なので、陰謀論にハマってる人が救えるっていう人たちっていうのは、基本的には、ある程度優しい人とかそういう話なんで、私は優しさはないので、はい。ないので、とにかく自分のところの陣営に、いなきゃ別に見えないものはどうでもいいっていう、はい、話になってくるんで、ここは注意してくださいね。はい。いう感じになるわけなんですね。じゃあ、なんでっていうか話になるんですけど、私はあんまり挙げなかったんですけど、自陣とこの陣営に被害が出るっていうふうになった場合に関してのみ、いや、この要するに、陰謀論は出回ってるけど、これほぼほぼ嘘やっていうのは、やったんですけど、これ違うよねっていうんで、これ要するにデモとここですとか、こういうふうなところから要するに頼んで、これ多分ひょっとすると中国の情報工作やってるとか、ロシアの情報工作じゃないかっていうふうな感じで、取り上げさせてもらったことはあるんですけど、陣営がやられなければ別にどうでもいいっていう人なんで、そこ注意。はい。で、陰謀論は誰でもハマる。だから誰でもハマるから、要は、それが要するに厄介なところなんだよということをしっかりと覚えておいてください。私もハマりますからね。私も要するに片足突っ込んで、いや、やっぱ帰っとくか、みたいな。これちょっと危ねえぞっていうんで、そんな何回もありますんで。はい。だから自分がそっち側に行くっていう危険性もあるんで、皆さんね、情報は気をつけてください、ということになります。で、大体大林さんに言って分かりやすく言うんだとしたら、まず第一のステップっていうのがあります。はい。陰謀論っていうのは常に発生するわけじゃなくて、発生しやすい条件が整った時に発生します。まず、ポイントになってくるのは、テロですね。原因不明の病気。はい。災害。戦争が発生する場合に、要するに発生しやすいというケースがあります。はい。魔女狩りとかそういういろんなケースがあるんですけど、陰謀論とか噂話とか、わけのわかんない話っていうのが出てくるのは、これは日本史とかでも中学の内容でも習ったことあるんですが、テロや病気、災害、戦争といったような、要するに偶発的な事象であったりとか、これが発生しますよ、ということですね。で、ここのポイントは、当然これは個人の力ではどうしようもないことが起こってるわけなんですけど、対一般人、つまり個人として見たときにですね、個人の力でどうしようもないことが、起こるという状態ですね。個人の力、例えば要するに株で破産しましたとか、何々で要するに会社クビになりましたとか、何らかの形でリストラの対象者になりましたとか、妻が要するに家から出ていきましたとかいうことになるわけじゃないですか。じゃあ、本当はそれがそうなんかなる前に、要するに何らかの個人の力でどうにかできたんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、その全部自分の力で最善を尽くしたからちゃんとうまくいきますよじゃないんですよ、この社会ってね。その最善を尽くした結果失敗しましたってこれ全然あるんで、つまり個人の力ではどうしようもないことが起こってしまってますよねっていう条件が整ってます。もしくは、不運が続くとき。はい。なんか、不運が続くときって、ただ偶然なんですけど、こういうときって大体、占い師みたいにやってくるんですよね。不運、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 不運みたいなね。はい。で、一応だけ言っときますけど、不運が続くときって言ってるんですけど、お前はそんなことがないだろうって私ありますんで、5回連続不運があるみたいな感じのことってありますから、はい。私もうちょっと死にかけたっていうのがあって、会社に遅刻した時があるんですけど、会社に遅刻してどうしてもそのお腹が痛いのが全く治らなくて、ずっと要するに、便所でジャーって流してたんですけど、で、連絡して、すいません、ちょっと遅れるかもしれませんって言って、あ、そうなんですかっていう話になって、いや、お腹がね、ずっと痛いんですよって話にして、なったんですけど、珍しいなっていう話になって、珍しく、遅刻した時があるんですけど、で、遅刻して、行き道をこう行こうと思った場合に対してどうなったかっていうと、電線が切れてましたっていう話ですね。はい。電線が切れてましたとか、そういうふうな感じになるっていうのが、そのが要するに一個人間じゃなくて、その次の月には交通事故を見てしまうとか、その次の月にはなんかこう、要するになんかマンホールの蓋みたいなとか、マンホールの蓋ではないな、なんか川の要するにところに足突っ込んでまうとか、そういうふうな感じになったりとかしたりとかもありますし、東日本大震災の時は職失ってっていうんで、要するに結構やばい状況になって、日雇い労働するみたいな状態になった時とかもあるんで、あります。はい。で、不運が続くとき、めっちゃイライラするんですよ。めっちゃイライラして、ムカムカするんですよ。はい。か、もしくは、鬱になるっていう。
はい、鬱みたいな感じで、うわーもうどうしようみたいな感じになるっていうのはあります、はい、だから皆さん、あの私のことあなたは強いからいいかもしれないんですけど、あの勝手にな想像すんなあるよ俺も、はい、人生生きてりゃ何かしらの出来事はあるだろう、はい、人生ゲームでマイナスのマスに止まらないっていう人生あんのかって逆に、はい、ということです。そんな足すぐらいやろ、はい、で第2ステップということになるわけなんですけど、で、第2ステップとして何が起こるかっていうと、誰も自分のことを分かってくれないというふうに思う状況が発生しますということなんですね、はい、であともう一個はこれ、頑張るという意欲がなくなるということになるんですね、はい、頑張るという意欲がなくなるということになるんで、これがあった場合、これが出るんが普通なんですよ。だから何回も言うんですけど、いいですか、テロ、病気、災害、戦争が起こりました、頑張らなければならないってならないでしょ。逆に今回のコロナのあれの発生で言ったら、ちょっと家出ないでくださいって頑張ろうってなられても逆に困るでしょ。逆によし頑張ってって言って外出るぞって言って、いやむしろ迷惑みたいな話になっちゃうでしょ。で、まあ、要するに個人の力ではどうしようもないことが起こるっていう時に、何々を頑張ろうとかさらに失敗したりとかガンガンしたりとかすることってあるんですよ、大体、はい、大体あるんですけど、はい、誰も分かってくれねえんだったら、よし分からせるように YouTube やるって、そんなやつおれへんそれは少数派でしょ普通に考えて。そういう逆にあの脳みそバグってるでしょ、はい、というふうな感じになるから、第一のステップできて第二ステップにこう来ますよということになります。そうするとこう、要するにあの道が、要するにこう、あ、分かんねえみたいな状態で、まあ要するに、暗闇の中を要するに歩き回るという状況になるんですね。で、暗闇の中、状況は歩き回っている状況で、まあ、たまたま要するに就職が、あの再就職がうまくいきましたとか、まあ、要するになんかその時になんか彼女と出会いまして、この字になりましたとか、いろいろイベントっていうのが発生したりとかするわけなんですよね。で、その結果、要するに、ああ、なんか知らないけど、まあ、とりあえずまた歩き出したみたいな状態になった場合はいいんですけど、不運にしてなかなかその状況下から抜け出せないという人たちも起こるわけです。はい、でこれ不運のレベルもやっぱ違ってくるんですよ。親族が亡くなったとか、その大切な子供が亡くなったとかになったら、もうそういう状況って発生しちゃうんですよ、はい、ということになるんですね。でじゃあこの第一ステップと第二ステップってやると、第三ステップで何が起こるかっていうと、陰謀論ってとりあえずの回答はくれる。とりあえずまあなんか納得で、なんかなんで俺がこんな不幸な状況になってるんだろうかっていうふうなことを考えた時に、とりあえず回答をくれるんです。そうそうそう。で、宗教とかも一緒で、ちょっとあなたは要するにこの、要するにカルマっていうか苦行っていうのはですね、その次のその来世に向けての、要するになんかこうカーストとしてね、生まれ変わる時のそれは宿命なんですよとか、なんかわけのわかんないことを言うっていうこと、まあわけのわかんないっていいんですけど、そのそういうことを言うと、まあとりあえず納得はしない、いや正しくはないのかもしれないけど、まあ納得できそうな回答をくれるっていうのが、まあ陰謀論とカルト宗教っていうのはどっちもよく似た性質が持ってるということなんですね。で、私が言ってるのは別に陰謀論にはまりました、宗教にはまりました、別に私いいですよって話をしてるわけです、別にそうそうそう、別にその何回も言うけど、その立ち上がれなくなった人の要するに最終の行き場っていうのが陰謀論や宗教だと私は思ってるんで、でそこから抜け出したい人は勝手に抜け出せばいいし、抜け出したくないんですっていう人たちを無理やり別に引っ張ってくる人たちもまあないかなっていう風な感じで、私の仕事じゃないんで、はい、っていう感じになってるんで、まあこう陰謀論や宗教に近いっていうんで、とりあえずの回答をくれるということになってるわけなんですね、はい。ただここで覚えとかなきゃいけないのが、でこの陰謀論や宗教に近いっていうんで、いうふうになるんですけど、ここがあまりにも要するにお金を要するに集めすぎないとか、適度に集めてるとか、別に国家の社会権力に対して反抗的な態度を取らないっていう状況なんだったら、別にあのこの人たちは別にあの私の攻撃対象ではないんです。例えば要するにあの私たちは自然派なのでとか言って、あの山奥の方で要するになんかこうひっそりと要するにこうなんか野菜作ってですね、あの別にその飯を要するに普通に作ってみんなで共同生活してますっていうんで、それみんな楽しいですって言ったら、別にあの我々は要するに関与する必要性はないんですよ、極端な話ですね。その何らかの要するに方で要するにやらなきゃいけないっていう、その具体的な事象が発生したら話は別でしょうけど、別にそうやってこう、その相対して迷惑をかけてこない連中なんだったら、別にあそうなのっていうんで、まあほっときゃいいっていう感じになるんですけど、そうじゃなくてこっち側に対しても要するになんか、いやお前の意見は間違ってるとか攻撃が入ってくるから、まあ俺は単純にバーンってどつき返すだけで、はい、ということなんですよね、はい。だからこっちに攻撃してくんのって、うん、俺殴るよっていう話ですね、はい、いう感じになります。
まあ、だから私は結構あれ陰謀論や宗教に関しても、まあ、寛容というか、まあいいんじゃないっていう仕方ないでしょそりゃつって、そんな簡単に要するに抜けられないほど不幸が連発した場合ってそんな簡単に人間抜けれないですからねどうよ、はい、っていう感じになるわけですね、はい、ということになります。よろしいでしょうかという感じになるんですね、はい、だからこの陰謀論や宗教に近い状況っていうのはこのようにどうしようもない状態っていうのが続いた場合こういうふうになりますよということです。でこういうふうに心が弱っている人に対してですね、ファクトでですね、これファクト、ファクト、ファクトって攻撃し続けるのも、まあ、私はあんまりお勧めはしないですし、いや俺みたいに、とりあえず俺はお前とは関わりたくないから関わらんといてくれやっていうことを言うのも、これも結構残酷でしょ。どう?いや私はあの誰も分かってくれないんですよ。分かってくれないんやったら俺にいちいち分かってくれようとするなんつって、お前興味ないからって言う。えげつないでしょ、それ。うん、だから俺はお前のこと分かりたくないからって。言う?いや俺は言うけど、はい、いや俺はあんまか人と関わるの好きじゃないんでそもそもね、はい、っていうことになるわけですが、頑張るという意欲がなくなってるんですよっていう人に対して、っていう、はい、これはなんかの陰謀があるんですよって、そうかーって信じといてくれやとか、ね、ある意味だから冷酷になるでしょって話になるからね、はい、ということで、ね、陰謀論はとりあえずの回答、まあ、だから宗教に近いですねということになります、はい、だからまああんまりね、あの波風を立てずにですね。あの攻撃されたら殴り返したらいいとは思いますが、はい、静かにね、これはこうじゃないですかぐらいの感じとか、そうなんですか、そういう大変なことがあったんですか、ふーんぐらいにしてあげてあげるのが私は一番いいと思いますけどね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。